中国の高山地帯に生息する特徴的な顔をしたこの猿、名前を金糸孔と言います。オナガザルかシシバナザル族に分類される猿で、シシバナザルと呼ばれることもあります。シシバナとは獅子舞に使用される獅子頭の平たい花のことで、金糸孔の花によく似ています。金糸孔は中国中西部の金剛林に生息します。一年の半分が雪で覆われることもあるという、標高2000メートル以上もの高山で暮らす彼らは、人間を除くと最も寒い地域に生息する霊長類と言われています。冬には寒さから身を守るため、その毛が10センチにもなる金糸孔の体長は、オスが55から70センチ、メスが45から55センチ。体重はオスが約16キロ、メスが約10キロ。尻尾の長さは50から70センチで、オスの方がかなり大きくなります。金糸孔は単有複子、ワンメールユニットを基調とした社会を作ります。ワンメールユニットは複数集まり、冬には20から30頭の、夏には数百頭にもなる群れになります。このような社会は重層社会と呼ばれ、霊長類では金糸孔のほか、ゲラダヒヒやテングザルなど、一部の霊長類にしか見られません。そんな金糸孔は、主に果実や種子、若葉を食べ、それらを花や昆虫などが補います。しかし、雪深い冬になると、これらの食物は手に入らなくなります。そこで、金糸孔は厳しい冬を、苔や樹皮を食べて乗り切ります。栄養価は低くなるとはいえ、これらの餌も大事な食料。そのため、彼らは食料という資源があるエリアを身を挺して守ります。あるエリアが他の群れから防衛されるとき、そのエリアは縄張りと呼ばれますが、縄張りを守る戦いは、特に冬には生死をかけた戦いとなります。縄張り争いがこのように激しくなることも少なくありません。ところで、金糸孔というと、ある物語の登場人物のモデルと言われることがよくあります。その登場人物とは、中国四大奇書の一つ、西遊記の孫悟空です。日本では坂井正明や香取慎吾によって演じられたり、ドラゴンボールの主人公の名前に使われたりしていることでその名が有名ですが、その孫悟空のモデルが金糸孔だというのです。確かに派手な見た目で木々を軽やかにジャンプする様子や、雪の上を2本足で颯爽と駆ける姿を見ると、彼らが孫悟空のモデルだとしても納得がいきます。しかし、金糸孔が孫悟空のモデルというのは残念ながら間違いです。これはある動物園の園長がインタビューで語ったことが一人歩きした結果で、孫悟空のモデルは別に存在します。こちらの赤毛猿という猿が孫悟空の真のモデルだと言われています。残念ながら孫悟空のモデルではなかったものの、ここで朗報。中国の固有種である彼らには、日本でも会うことができます。日本では、熊本県の熊本市動植物園が金糸孔を飼育、展示しています。金糸孔は観光地化に伴う生息地の破壊や、毛皮や肉を目的とした狩猟などの影響で絶滅の危機にさらされています。現存数は約1万5000頭で、これからさらに減少することが懸念されている金糸孔。めったに会えない彼らに、ぜひ会いに行ってみてください。さて、
一度見たら忘れられない姿をした錦糸公、いかがでしたか？彼らの詳しい生態を紹介した記事を概要欄に載せておきますので、こちらもぜひご覧ください。それでは次の猿まで、さようなら。